たまぎです。もちもち。はい、先日ですね、東京ゲームショー2023に行ってまいりました。ちょっと黙った。本日は簡単なレポートや CU の個人的な感想などをお話ししていきたいと思います。はい、まず TGS に行くのは今回が初めて。無事入場してまずはカプコンブースへ行きました。広いよ。カプコンのとこにたどり着くだけでももうすごい広かった。はい、で到着したらドラゴンズドグマ2の CU をね早速させてもらってきました。ドラゴンズドグマ初プレイだったんですが、主人公のねジョブ的なものがいろいろありそうで楽しそうって思ったのと、映像はもちろん綺麗で音楽も壮大でストーリーがすっごい気になりました。今回の CU ではストーリーに触れることができなかったので発売が楽しみです。こんな感じでなんか戦闘の CU だね、操作感とかを CU することができました。大きいボスとみんなで戦う感じでこう協力プレイ的な要素もあったりして楽しそうだなと思いました。結構この世界観好きかもしれないと思った。ストーリーは発売してからのお楽しみだな。はい、その後カプコンブースではフォトスポットで写真を撮ってもらいました。バイオハザード RE4 で対決したチェンソーマン、これ再現度がすごい高い、もうゲームそのまんまなんですけど、でご本人もというか役がもうなんて言うんだろう、もうなそのまんまだった。うん、なりきられていた。すごいです。で一緒に写真も撮ってもらって、でショットガンで対決してる風ね、これ一応、はい一応対決してます。なんかちょっと想像大人思ってた感じとちょっと違う。これ本当にこれ写真合ってる、撮る瞬間っていうポーズなんですけどそこはちょっとはい、お気になさらないでください。でお次はストリートファイターのジュリさんとも一緒に写真を撮ってもらいました。かっこよくて綺麗で肉体美がすごかった。オーラがもう違いましたね、すごい。でこの時はねポーズを真似できたから良かったんですよ。ジュリさんの真似をしてればいいからポーズはって思ったんだけど思ったんだけどこれみたいな。脳内でしてるポーズとねちょっと実際のポーズに相違がありますが、はい全然違うよね。ジュリさんを見てください、これは。ジュリさんのこの素晴らしい体幹とこのポーズをね、見てください。ちょっと隣は視界に入れないでいただいて、お願いします。はい、その後はいろいろなブースを一通り見て、回りました。もうとにかく会場が広くて、回るだけでもすっごい時間がかかった。で、結構撮影禁止なゲーム会社も、いくつかあったのでちょっとそこら辺は割愛したいと思います。でね、心残りはね私有をあんまりしなかったんですよね。できたのかな、なんかいろいろこう見て回りはしたんだけど、なんか後から聞いたら結構私有もできたみたいで、ちょっとそれがね知らなかったのが公開ポイントですね。次回にこれは活かしたいと思います。でもですね、そんな中でもね行くと決めていたのがこちらです。はい、イヤホンブース、こちらでねグラブルバーススライジングの CU ができるっていう情報は前から聞いていたので、こちらには行ってきました。じゃじゃーん、もうグラブルのイラスト見るだけでテンション上がるでしょう。実際にプレイしてみるとですね、そうこちらはちゃんと CU ができまして、本格的な格ゲーでした。グラブルのキャラを操作できるところがグラブル好きからしたら最高に嬉しいよね。で映像が綺麗だったし、すごい初心者みたいなこと言いますけど、キャラクターの身長差とか体格差とかをそれぞれ感じることができて楽しかったです。うん、これは操作極めたら絶対楽しいと思った。で結構使えるキャラクターも多くて、これグラブルファンは絶対楽しめます。格ゲー好き&グラブル好きの方は絶対買いだと思いました。はいはい、でそんな感じですかね。一通りで物販がねちょっと疲れすぎて
いけなかったです、すいません。なのでちょっと何にも買ってきてはいないんですけど、いろいろお土産をいただいたりはして、とっても貴重な経験をさせていただきました。すごい楽しかった。これ普通の一般デーとかに行くのもね、またいろんなイベントがあるみたいなので楽しそうだなと思ったんで、いつかまた行ってみたいな、というかまた来年もねリベンジしたいと思います。よりまた次回は詳しくレポートできるように頑張りますので、よろしくお願いします。はい、以上初めての TGS レポート、ご視聴いただきありがとうございました。またねー。